平、成、ジャンプ八乙女光、スノーマン、ストーンズと食事へ金額にも言及。平、成、ジャンプが、26日放送の日本テレビ系、バズリズム02、毎週金曜日深夜0時59分、この日は深夜1時24分、に出演。八乙女光がストーンズ、スノーマンとの交流を明かした。八乙女光、ライブでテンションが上がるとしてしまうことを告白。番組では、ライブでのメンバー同士の距離の近さが話題となり、メンバー同士の距離が近いランキングのベスト5を発表。山田涼介が、分析するのやめて、距離は、と苦笑いしつつ、一番近づいた時の距離を発表する。このランキングで1位となったのは、八乙女と知念優里だった。歌う知念の頬に八乙女がキスをする最接近距離、0センチメートルの映像が公開されると、八乙女は、テンションが上がってくると誰かしら注視がちなんです。アドリブ、その時のノリです、と告白。